ぱシュートが入らない団体とかあったんですけれども、まあ、よくディフェンスと、まあ、あとディフェンスリバウンドよく頑張って、あの宮山さんの方が大きいので、はい、どうかなと思ってもう、まあ、ディフェンスリバウンド頑張って、はい、このタイムでは、まあ、あの引き続きディフェンスとリバウンドとしっかりやるようにということと、あとオフェンスはもう積極的にチャンスがあったらシュート打っていいからということで、外れても、またディフェンス頑張ればっていう、はい、積極的にオフェンスは行こうという話です、はい、ちょっと迷ってるようです。だからもゾーンされたので、全然そうだったから、ね、まあ、ちょっと遠くの頑張りを行こうから、はい、ディフェンスでレイアップさせないし、はい、レイアップさせないカバーして、サバカルのボールはスリーポイントを打たせる、はい、悪いシュートを打たせて、スクライムとしてリバウンドを取ろうというのは、ね、毎回練習をしてます。はい、オフェンスはもう基本的に彼に任せてる部分があるので、はい、ただちょっと最近シュートが入ってたりなかったりとか、はい、ちょっと消極的になってたので、はい、いや打っていいんだよという話をしました。そうですね、またチーム一丸となって、もう一度リバウンドと、頑張っていいかなと、ぜひ、出たいと、ステイして、リバウンドと。